今、輪は開いております。向こう側とこちら側が地続きになっております。皆様の水木しげるさんへの思いが届くように、こういうデザインにいたしました。ぜひ、輪の中に語りかけてお願いいたします。それでは、始める前にですね、発起人代表を務めていただいております荒俣博さん、一言いただきたいと思います。はい、じゃあよろしく。荒俣でございます。皆さん、もう朝早くから本当にありがとうございました。お待たせしてしまって、もう本当に申し訳ないと思っています。午前中は水木先生のお別れの会で人類はじめ近い人たちのお別れが済みましたので、それまで待っていただきました。私ね、この祭壇を見て何も言うことがありません。これ、今京北さんが解説をしてくださったと思うんですけど、水木浄土ですね、これは。そうですね、まさに水木浄土 で、しかもすごいのは向こうへつながってるということがあるので、一人一人の方々が花を手向けるときに、ぜひどんな会話でもいいですから、頭の中に思い浮かべて話をしてください。ちなみに水木さんのあのお写真、なんというラフで自由な姿の水木ワールドそのものだと思いますね。この写真はいつ頃の写真ですか？これ、米寿の記念のバブエルみたいな、約4年前。ああ、そうですか。この服の服装のリラックスな感じ、今日もあの制服で皆さん集まっていただきたいということをメッセージしたんですけど、まさに水木さんの意図なんです。もう水木さん本人がもうあの世でもこのラフなスタイルで、どうしてんですかね、大冒険をやってますかね、今まで。寝てるんじゃないですか。寝てるどっかで2時になったら起こさないといけないな。お腹が空いたら起きると。あ、お腹が空いたら。だから皆さんがお花をね、これから食べる。これが食事があるでしょうね。おそらくね、たくさん食べられると思いますので、遠慮なくご見解いただけると。多分目が覚めると、何ですかこれはと言いながら、むしゃむしゃ食べるかと思うので、疑うことなく、そうですね、召し上がりになると思います。でも本当にこうすがすがしく、日並みの要素も含まれ、私これ見たときに、もうあの輪の中に飛び込みたくなりました。行っちゃいたいですね。もう行っちゃいたいですね。はるかに日本の方がそうですね。で、しかも後ろの方にはちゃんとこうキャラクターが勢ぞろいをしておりますね。はい。私、第1部の方で、京北さんから挨拶を指名されて、思わず、はい、水木先生の秘密にしていた話をいろいろとしてしまったんですが、帰りに私たちの一部でのお話が出てくると思いますので、はい、水木さんがいかに自由だったかっていうお話を、映像が流れてると思いますので、ぜひ見て帰ってください。はい、勇気が出ますよ。何やっても大丈夫で、どんどん生きられるっていう、我々へのメッセージは強力でありましたからね。強力でした。ただ秘密のことは秘密にしていただきたい。秘密のことは秘密にしここだけの話。はい、荒俣先生がつい喋ってしまったりして、ここだけの話で、はい、はい、皆さんの目に京北さんにたしなめられましたけれども、映像は勝手に流れています。隣の人とかツイッターとかで喋らないようによろしくお願いします。それではですね、朝早くからお招きいただいた方もいらっしゃいまして、大変皆様に感謝という気持ちが強いということでですね、はい、水木しげるさんのご礼室でいらっしゃいます村布江様がですね、皆様に一言ご挨拶したいということでございますので、今いらっしゃいましたので、よろしくお願いします。ちょっと一言述べていただきます。大丈夫、はい、素晴らしいですね。あら、まあ、それです、初めてマイクを、ね、
はい、これはプログラムにはないことでございまして、はい、用意しておりませんので、出放題口任せというところでよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。こんな盛大なお別れの会をいただきまして、大勢の皆様おいでいただいて、個人もきっと喜んでおります。本当にありがとうございました。突然こういうことになってしまいまして、未だに私は朝な夕なそこに本人が現れるような気がしていけません。これは身内が解決してくれることでしょうか。まだ寂しくてやっぱり耐えられない時がありますけれども、今日はこの日のきっかけにこうして皆さんにお別れしていただきましたから、私も確信できると思っておりますが、本当に今日はありがとうございました。ちょっと私たちの方から、はい、質疑応答 OK という皆様に代わって何かこう問いかけてみましょう、はい、どうぞ。で私から、はい、じゃあ私の方から、すいません、ね、奥様、はい、ゲゲゲの女房としてみゆきさんと長いこと50何年ですかね、お蔵になった53年以上です、はい、53年、53年、55年、3年ではおっしゃらないと思いますが、どういう印象を今お持ちかどうかお話を伺いたいと思います。苦しいこともたくさんあったのではないかと思います。私は本当に不思議なご縁で巡り合って、初対面から10日も経たないうちに結婚式する、距離からで驚き当惑ということだらけでしたけども、その底にはなんていうか力強いものを感じて、なんとかついてまいりました。今思い返すと本当に強い人間だったなぁと思っております。私はただついていくだけでしたけれども、よく私のことも心配してくれますし、娘二人にも、それから両親にも、本当にそれから兄弟にも